着いたな。先に入ってくれ。ん？どうした？まつげが目に入ったのか？よすんだ。それ以上は角膜を傷つけてしまう。私が取るから、君は座っててくれ。顔を上げて。無理のない範囲で目を見せてくれ。そう、君は何もしなくていいから私に任せなさい。やはり赤くなっているな。痛むか？私の前で我慢する必要ない。今から目に触れるから、もし違和感があるようならすぐに教えてくれ。見つけた。が、場所が少し厄介だな。とりあえず一旦息を吹きかけて様子を見るか。ん？少しくすぐったいか？すまないが、もうすぐ終わるから辛抱してくれ。よし、取り除けたぞ。どうだ、まだ違和感は残っているか？そうか、ならよかった。私の服の握り方といい、さっきはつらかっただろう。今みたいなことがあれば今後も私に教えてくれ。私も君には必要とされていたいからな。起きてるか？そうか、なら入るぞ。君はまだ布団を蹴って寝ているんだな。ほら、そろそろ起きる時間だぞ。シンポジウムでの最終日は羽を伸ばす予定なのだろう。ん？あと5分？朝のあと5分ほど信用できないものはない。今起きないのであれば私は一人で出かけるからな。冗談だ。眠ければもう少し寝るといい。一日程度なら滞在を延ばしても問題はないだろう。ああ、主催者が用意してくれた部屋は今日までだが、この部屋なら今晩も空いているそうだから大丈夫だ。とはいえ、限定メニューの朝食は今日までのようだがな。ん？本当に目が覚めたのか？もちろん信じるさ。おはよう。リビングで待ってるから顔を洗ってきなさい。